はい、こんにちは、バッタでございます。お久しぶりです。ヤマハのパス、電動アシスト自転車パス2024年モデルの最新カタログボリューム3が登場しましたので、早速見ていこうと思います。今回ですね、ちょっとざっと見たんですけど、何が変わったのかなと思いますと、この2024年モデルから搭載された新しいバッテリーですね。このコンパクトになってさらに容量が上がったパワーアップ版のバッテリーで、ヤマハの全車種の中で前回までのカタログでこの新バッテリーがまだ搭載されていなかった車種が軒並み新型バッテリーに変わりましたっていうところが変わったようですね。具体的にはですね、このコンパクトモデルで有名なパスシオン U、 20インチと24インチ、また、このスポーティーモデルの中のパスビエンタ5とパスブレイスをですね、それと三輪モデルのパスワゴン、ビジネスモデルのパスギア U、 このすべてが新しく、最新型のコンパクトバッテリーに変わりました。これによりまして、このラインナップ表に載っている全車種が新型バッテリーに変わりましたね。はい、ここからはですね、前回までのボリューム2のカタログと見比べながら見ていこうかなと思います。その方が分かりやすいですからね。はい、まずヤマハのパスシオン U 20インチモデルから見てみましょう。まあ、これから説明するのは全部、先ほどお伝えしたようなコンパクトな新型バッテリーが搭載されたというのは、まあ、その通りなんですけれども、あとカラーリングですね。でカラーリングが、ちょこちょこと変わってきているので、そこを見てみたいと思います。で左の写真が、前回までのボリューム2のカタログで、右が一番新しい最新のボリューム3のカタログになっております。でまずパスシオン U 20インチから見てみますと、カラーリングが一色増えてますね。で廃盤になったものがノーブルネイビーとスノーホワイトがなくなりましたね。紺色と白が廃盤です。で新たに登場する色がアイボリー、白がクリーム色のアイボリーに変わるのと、ブルーがシアンブルーというちょっと淡い落ち着いたブルーに変わりますね。でそれと色が一色追加になってますね。ルビーレッド、赤ですね。前までなかったこの赤が新しく追加になります。次は24インチモデルを見比べましょう。こちらのカラーリングの変更ですが、スノーホワイト廃盤、白がなくなりまして、アイボリーですね、先ほどと同じくアイボリーに変わりました。次はこのスポーティーモデルの中でも、非常に使いやすいという評判の内装5段式モデル、パスビエンタ5ですね。でこちらもカラーリングが変更になっております。マットグレッシュベージュはそのままなんですが、ソリッドグレー2とパウダーブルー両方廃盤になります。でソリッドグレーがなくなりまして、グロスミスティーグリーンというちょっと緑色ですね。これもしかすると、まあ、以前のヤマハパスバビーのコーデカラーに使われていたグリーンに似ているのかなという、このカタログだけ見るとちょっとそういう印象ですけれどもね、どうでしょうかね。それとマットブラックですね。これ以前ありましたかね、ちょっとごめんなさい、記憶定かではないんですけれども、まあ、ブラックが登場でございます。まあ、非常にシックな色で、人気が出そうですね。さあ続いてはパスブレイスです。これは待望だった方多いんじゃないでしょうか。パスのクロスバイクタイプの中では非常に人気の車種ですね。こちらもバッテリーがコンパクトになって容量が上がったというのはすごく嬉しいと思います。でカラーリングなんですけれども、一色だけ変更ですね。マットブラックがなくなりました。ブラックがなくなるのはちょっと意外ですね。でブラックなくなりまして、スノーホワイトに変更です。ソリッドグレー2とグロスブルーはそのまま継続でございますね。最後に、この2機種ですね、三輪モデルのパスワゴンとパスギア U、 こちらはパスギア U の方はもうバッテリーが変わっただけで、色はもともと一色展開フラッシュシルバーだけなんですけれども、これは変更なしですね。でパスワゴンですが、ノーブルネイビーがなくなります。紺色がなくなって新しくルビーレッド、これも赤にチェンジですね。はい、というような差となっております。はい、今紹介しました、パスシオン U 等々の新モデルなんですけど、これ発売日がもう少しだけ先ですね。パスシオン U とパスブレイス、ビエンタ5は5月15日の発売予定。三輪モデルのパスワゴンとギア U は、2ヶ月先ですね。7月19日発売予定ということで、もう少し先になってます。でまたこれ、まあメーカーさんの定価なんで何ともなんですけれども、やっぱりちょっとずつ値段が上がってますね。
前回よりも上がってますので、バッテリーの容量が、まあ、上がってはいるんですけど、まあ、若干の差なので、まあ、旧モデルがもし残っているお店屋さんなんかを見つけた場合は、まあ、旧モデル処分特価が出る可能性が非常に高いです。そういった旧モデル特価を見つけたら、いち早く狙うっていうのも一つ手かなと思っております。なかなかね、こういうスポーティーなモデル店頭に置いてあるお店っていうのもそんなに多くはないのかなという印象もあるんですけれども、もし気になるお店屋さんでね、ぜひ店頭で見つけたら、チェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も良いサイクルライフを。それではさようなら。